お腹すっごく大きくなったね。この中に愛の妹が入ってるのよ。妹なんだ。楽しみだな。もう名前は決まってるの？え、はるかっていうの。はるかか、かわいい名前。はるか、早く出ておいで。姉ちゃん待ってるからね。あ、今赤ちゃん動いた。そうね、きっとお姉ちゃんに触ってもらって嬉しかったのよ。愛、保育園はどう？楽しい？うん、すっごく楽しいよ。でも、いつも私に意地悪してくる子がいるんだ。あらあら、そうなの？うん、バカとかアホとか言ってくるの。この前もお人形隠されたし、私のこと嫌いなのかな。その子はね、きっと愛と本当は友達になりたいのよ。そうかな。すぐ怒鳴ったり叩いたりするんだよ。それはどうにかして気を引きたいの。そうなの？え、今度会った時に一緒に遊ぼうって言ってみるといいわ。きっと仲良くなれるわよ。なれるのかな。だってお友達だったらもっと優しくしてくれるんじゃないかな。あたしならお友達に意地悪なんてしないよ。その人が喜ぶことをいっぱいしてあげたいもん。素敵な考えね。好きな人には笑顔でいてもらいたいものね。うん、お母さんもやっぱりそう思うよね。あなたはこれからきっと友達がいっぱいできるわ。本当？え？信頼できる人だってできるし、その中には恋人になる人もいるかも。恋人？ちょっとまだ早かったかしら。ねえ、愛？友達ってたくさん集まるとなんていうか知ってる？わかんない。仲間っていうのよ。仲間？そう、すごく大切なものなの。必
悲しいことも嬉しいことも分かち合える、そんな素敵な仲間があなたにもできるといいわね。どうやったら仲間ができるの？そうね、あなたが素敵な女の子になったらきっと自然にできるわ。そうなんだ。私仲間がいっぱい欲しい。素敵な女の子になりたい。じゃあお母さんがおまじないをしてあげるわ。あなたが素敵な女の子になりますように。これは？昔、お父さんからプレゼントされたものよ。わあ、すっごく綺麗。これ、私がもらってもいいの？ええ。お父さんも、お母さんも、あなたに素敵な女の子になってほしいから。もっと髪が伸びたらつけてあげるわね。きっと似合うわ。ありがとう、お母さん。私、これお守りにする。ずっと外さないで、素敵な女の子になる。そしたら、すぐ仲間ができるかな。そうね。すぐには無理かもしれないけど、仲良くしているうちに、自然となれると思うわ。そうだといいな。ねえお母さん。何？私ね、大きくなったらお母さんみたいになりたいな。あら、どうしたの？急に。ないよ。だって私お母さんのこと大好きだもん。だからお母さんみたいに優しくてあったかい女の人になりたいな。嬉しい。あなたにそう言ってもらえるなんて、きっとなれるわよ。このリボンが愛を導いてくれるはずだから。それ。
そっち行ったよ。カズヤくん、カズヤくん、こんなところで何してるの？落書きしてた。落書き？どこに？ここ。わあ、すごい！和也くん、絵上手だね。別に普通だよ。いつもここでお絵かきしてるの？うん。たまに図書室で本読んだりしてるけど。そうなんだ。ねえ、猫のミータは描ける？それ、知らない。何かお手本があれば描けるけど。本当？あのね、これなんだけど。これ、借りていい？もっと近くで見たい。うん、もちろんだよ。そうかな。すっごく似てるよ。和也くん、絵描きさんになれるかも。そんなの簡単になれないと思うけど。そうかな。あ、カズヤだ。あいつ女といるぞ。だせ、せっかくの校外学習なのにな。あいつなんかキモいよな。いつもぼーっとしてるし。幽霊に取り憑かれてんじゃね？
なんか影薄いし。そうかもな。だから女としか話せないんだな。あいつってさ、双子なのに拓也と大違いだよな。ほら、行くぞた、たくや、早すぎるって、追いつけねえよ。へっへっへ、どうだ、ついてこれねえだろ。タクヤはあんなにサッカー上手くて喧嘩も強いのに、本当に双子なのかよ。ちょっといい加減に。いいから。放っておきなよ。でも…なんだよ、二人で内緒話かよ。後で黒板にあいあい傘書いておいてやるよ。何よあれ、感じ悪い。気にすることないよ、いつものことだし。いつものことって。ねえ、お絵かきもいいけど、今日は私と一緒に遊ばない？一緒に遊ぶ？うん、そう。私、今日は友達とバレーしてるんだ。よかったら一緒にやらない？俺、球技苦手なんだ。拓也みたいにうまくできないし。そんなの関係ないよ。体育の授業とか試合じゃないんだから、楽しくやれればいいんだし。やっぱりいいよ。愛に迷惑かけたくないし。それにもうすぐ学校に戻る時間だから。心配してるかな。友達のところに早く戻った方がいいんじゃない？うん。ねえ、今度また一緒に遊んでいい？私もカズヤくんと一緒にお絵かきしたい。
別にいいよ。本当？いつも自分の席にいるから、もしお前が来たいなら。うん、じゃあ明日のお昼休みは一緒にお絵描きね。約束だよ。わかった。いつも化け物狩りは面倒だなって思うけど、休んだら休んだで暇なもんだね。だったら一人で行ってきたらどうだ？なんでみんなが休んでるのに俺一人で行かなきゃいけないのさ。なんでも休みは重要だよ。きちんと休んでこそきちんと動けるんだから。ほらほら、かぐや君もこう言ってるよ。しかしこの館の主も気が利かないね。本だけじゃなく、テレビとかも置いといてくれればいいのにさ。テレビ番組で、今日の天気は晴れです、とか言ってるのを見るの？それって変な感じだな。この館が、普通と同じように時間が流れているのかも謎だな。細かいこと気にしちゃダメだって。とりあえず、もっとエンターテインメントが必要だと思うんだよね、俺は。じゃあ、倉庫を探してみたら？もしかして何かあるかもしれないよ。確かに。てか、さっきモンシロちゃんが倉庫に入っていったのを見たんだけど、あれ、何やってんの？え？さあ、何も聞いてないけど。面白いもの見つけた。面白いもの。何何？ちょうど今暇してたんだよね。それは漫画かな？これ少女漫画じゃない？やたらと絵がキラキラしてるし。少女漫画。何それ？女の子が読む漫画ってこと。男はあんまり読まないの、普通はね。
え？じゃあ俺ダメ？ダメってことはないんじゃない？男でも読んでるやつはいるし、性別関係なく面白い漫画もあるからさ。しかしこの本ボロボロだね。あちこちページが擦り切れてるよ。誰かのお気に入りだったんだろう。この折り目は誰かが意図的につけた跡だ。本当だね。ここから数ページが特に擦り切れて。あっ！あ、キスシーンだ。で、何動揺してるの？たかが漫画のキスくらいで。少女漫画にもこういうシーンがあるもの？そりゃあるでしょ。恋愛にはつきものだし。キスどころか、もっとすごいシーンもあったりして。もっと？どんな？どこかに書いてあるかな？探すな。モンシロも追求しなくていい。あ、あった。さっきは教室でキスだったけど、今度は校舎裏でキスして抱きしめながら。ちょっとカラスマくん？何？漫画くらいで随分慌ててるよね。もしかして意外と奥手なの？意外とって、どちらにしても、ここで解説する必要もないと思うけど。だって、モンシロちゃんが知りたいみたいだし、ね。知りたい。意味が分かってないだけじゃないのか？日陰、教えてくれるのか？キス。は？なんで僕が教えなきゃいけないんだ？っていうか、誤解を招く言い方するなよ。誤解？何が？キスが？連呼しなくていい。はっ、これはすごい。女の子を壁に押し付けて無理やり迫ってるよ。女の子もまんざらではなさそうだし、もしかしてこのくらい強引な方が好きなのかな。これ本当に少女向けの漫画なのかな。絵柄から言って間違いなくそうでしょ。好きでもない男でも、キスまでなら OK か。それとも、この子に限った話かな。キス、嫌いなやつでもできる？そこ食いつくね。まあ、キスくらいなら、
男女ともにそこまで重く考えてないかもしれないね。そんなことはないと思うな。僕らよりも女の子の方が神聖視してると思うけど。神聖視？体の一部の接触で大げさな。じゃあ日陰っちは誰とでもキスできちゃうタイプ？そうとは言ってない。は、分かった、ツンデレだ。別にこれくらい大したことないし、って照れながらキスしちゃうやつだ。やめろ、変なことを言うな。ツンデレ？それ、何？ツンデレっていうのは、日陰っちみたいな人のことだよ。別に、ベニユリちゃんのことなんか気にしてない。ってふりしながら、裏ではしっかり心配してるタイプ。ああ、なるほど。納得するな！こっちは耳を食べてる。ああ、これは食べてるんじゃなくて、耳タブを甘噛みしてるんだよ。おいしいの？おいしいかまずいかじゃなくて、こうすると相手を近くに感じるじゃない。だから愛情表現の一つというか。そこまで丁寧に説明する必要あるのかな。そんなこと言うなら自分で説明してよ。僕が？うん、だってモンシロちゃんは知りたいらしいよ。その、知らないということはまだ早いってことだよ。まだ早い？じゃあ、カギハはしたことある？そういうのはプライベートだし、あれこれ他人に言うものでは。じゃあベニユリに聞く。やめようよ本当に。おい、お前が余計な話をするから。うわあ、日陰っちが怒った。怖い。あれ、みんな集まってるんだ。何の話？あ、ベニユリちゃん、おいでおいで。来なくていい。じゃあこれはしまっておこうか。ベニユリ見てない、見せよ。見せなくていい。どうしよっかな、迷っちゃうな。ベニユリちゃんの反応も見てみたいところだけど。気になるんだけど。どうしよっかな。ベニユリ、
面白い。面白くない。しまってこい。じゃあ僕が片付けてくるから。